出る出る出る。おはようございます。釣り子 TV です。これ、メガバスのですね、かげろう、ね、155F っていうことで、メガバスのですね、Cバス用ですけどね、結構巨大なサイズの、ね、こういった、リップレス、シャローランナーっていうんですかね、これなんていうのかな、まあ、アイマとかからね、流れを組むこの手の形ね、このルアーがもうめちゃくちゃいいっていうことで一つ買ってきてみました。っていうのもね、タイミングがあったら結構シーバスなんかに最近行ったりしてるんですけども、一緒に行った仲間がねこれでもうボコボコに釣ったっていうことで、たまらずね、もうその帰り道にね、俺も一個買うと思ってね買ってみました。結構ね、お値段も2700円って大きいからね、ちょっと高めだったんですけども、これないと死ぬなと思って久しぶりにね急いで買いに釣り具屋さんに走ったっていうね、そんなルアーなんで、まずはこちらをご覧ください。よいしょ、おーでかい、巻きっぽいのだねこれ。イエーイ。とりあえず今日買ったメガバスのかげろう156、156もあるんだ。155だね。155ドリフトで最後の流れの反転の時にガツンと釣れんだねそれ。いや俺も見たけどちょっとビビって買わなかった、でけえと。もうベタなカラー買っちゃったね。いや いろんな色あったけど、ちょっともう釣りたかった。はい、うん、P4 号に、はい、ビッグシューターね、ビッグシューターで、うん、バルスティック、うん、あれですね、ヤマガですね、ヤマガの、はい、ヤマガのバルスティック 7.XH、 こんな激流でも余裕で寄せれることが可能です。じゃあ引き続きランカーお願いします。お、かけたかけた、かけろ、ペリサック、ペリサック。無理すんなよ。でも60ぐらいか。イエーイ。何で？おお。な、見えない。ペニサック？やばくない。うわー、なんか懐かしいね。釣れるんだね。釣れるね。引っ張り出してきた。でもカゲロウにしてもまあ何にしてもこういう感じなんだね。うん、やっぱちょっとリップレスミノー調子いいよね。ペニーサーク、ペニーサーク、イエーイ。でかいやつだね。お、お、来たんじゃない、でかいんじゃない。今すごいすごい炸裂音したよ。でかいよ津田くん、でかいよマッチ。お、あ、マッチも来ちゃった。やばい、やばい。どっちを、ど、多分マッチはその方がでかいです。さあ、どっちタモ入れますか。津田くんは竿的にタモがないとダメだ。どうですかマッチ。大丈夫っぽいっすね。大丈夫さん、うん、でかいよ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 、それでかいよ、でかいでかいで、ちょっと津田くん時間かけて、でかいよ、ダメだ、そっよいしょ、でかいよ、危ない、これすぐ出せる、マッチ逆、逆側に、ちょっと持ってて、いや、津田くんのもでかいはず。マッチ、ライトとか手伝える、こっち、やばいやばい、やばいやばい、おいしいな、おいしいな、ちょっと待って、あー遠いよ、遠いよ、おいしい、ありがとうございます。ルアーかげろう、またかげろう、半端ねえな、かげろうやばいね、今日かげろうマンだな、今日バグってるわ、かげろう。こっちにもなんかランカーみたいなの持ってる人いるし、70で津田鈴木は、うん、お、70アップ、やった、一緒ぐらい、70アップ、おお、70兄弟、70兄弟で
70です。でかい。イエーイ70。重い。 OK。 カゲロウすげーなー。70、80喜んでたね、このルアー。来たよ、来ましたよ。うう、いい曲がりだな、このさ。バットはそれでもまだまだ持ってるからな。お、タモ練習行きますか。タモ行きます。ちょっと今日80とか出るかもしれないからね。そこ、ここまで俺がちゃんと寄せられたらぜひお願いします。いやー、ゴライアスパワーすげえな、やっぱな。うい。さあ、もうそろそろだよ。スタ君、スタンバイ。はい。オッケー、うまい、うまい、うまい。はーい、来ましたよ。新しく出たですね、TKLM の140、ね、ゴライアスのパワフルな巻きで、こいつも陥落ってことで、ね、津田くんに今聞かれたんで、リーダーではなくて P ラインの5号を直結にして、でその頭の部分にこうパイプ、仕掛けが絡まなくなるパイプをかませて、ルアーアクションさせた時も絡みづらい、そんなセッティングにして今年はやっております。はい、じゃあレッドレッドレッドライトライト、もう一発、もう一発、でかいぞ。もう一回流し込む。まだ入ってない、まだ入ってない、まだ入ってない、まだ入ってない。さっき入ったら緩めて。よっしゃ。あっ、これいい、ランカー。おい、でかい。あ、これ来た。ランカー来ました。これ来た。ランカー来ました。これは確実。これぶっとい。これは確実。ぶっとい。あ、こいつもっと。ほっぺたを。でかーい。本部とヒットルアーは本部とカゲロウ、メガバスのカゲロウ。これは新しいやつかな。大きいサイズ。でかい。じゃあサイズを。水面爆発でした。80、うー、でかい。 TKLM の新しいのとカゲロウの大きいやつ、おめでとうございます。はい、というわけでね、あの仲間のね、マッチーがね、めちゃくちゃこれのね、レッドヘッドカラーでしたけどね、いい釣りをしていて、俺がなか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 当たりを出せない中ね、横でボコボコに釣るんですよね。これはいかがなものかということで、早速、買ってきてみました。あ、ちなみにね、そのたまに動画なんかに出てくれているね、あのマッチー、職場の仲間なんですけども、料理に特化したですね、 YouTube チャンネル、スワローワークス TV ってね、YouTube チャンネル始めてみたんで、よかったらですね、あの見てみてください。釣りっていうところではね、引き続き俺とコラボレーションしていくんですけども、その釣った後のね、料理パートとかね、美味しいものとかね、じゃん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 ね、こうやり方とかね、プロの料理人なんでいろいろ教えてくれるんで、ぜひですね、スワローワークス TV ね、チェックしてみてください。俺もね、早速登録してみました。というわけでね、どんなルアーか見ていきたいと思いますが、はい、でかいね、15センチ超えだからやっぱりでっかいですね。でこれね、透明っぽい色ね、好きなんで買ってみたんですけども、ここにね、あの LBO ね2、ものすごいね飛距離に貢献する、この棒状に薄く見えるね、これが見えますね。これが瞬間的に後ろにゾーンとね、今ね、これすんごいすんごいパワーで後ろにこうね、
移動していくんですけども、これによってめちゃくちゃ飛ぶっていうことをまず言ってましたね。でこれがスッて戻るんですよね。ちょっとしたこのスッていう風に戻って、戻った後はこうね磁石でくっついて、固定されるっていうことで、これがね今いろいろなメガバスのルアーに搭載されてますが、自分もねこのカゲロウっていうのはまだ投げて、今買ってきたばっかりで投げてないんですけど、これ以外のねメガバスのルアーでね結構ぶっ飛ぶなっていうのは感じてるんで、まあ、飛距離のところは申し分ないのかなというところと、こいつに関してはもう真横でねボコボコに釣られたんで、やっぱり動きがいいんだろうなっていうね、この唇のデザインとかボディのデザインね、裏になんか書いてあるかな、ちょっと見ていきたいと思いますけども、こちらねカゲロウシリーズの第3弾ということですね。カゲロウ 155F シーバスが表層を意識した、ボラや落ち鮎、この城等の大型ベイトを捕食する状況でボリューム感のあるハイアピールボディが最も効果を発揮、大きく切られたダーターカップは水を受ける表面積の拡大によりさらに水を強く、押し動かしターゲットへ猛アピール、アクションはオリジナルサイズと同様、低中速リトリーブでは微細なナチュラルロール、中高速リトリーブでアピール力のあるスライドを伴ったロールへと移行する、可変ロールアクションということですね。カゲロウ155に搭載した LBO2 はボディの大型化に伴いウェイト本体およびバランサーシャフトを新たに設計、カゲロウ124と比較してウェイト本体重量を2倍以上も増加させています。圧倒的質量を持つ新開発ベアリング内蔵のウェイトがキャスト時に瞬間移動、強力な推進ベクトルを発生させ驚異的な飛距離を叩き出します。アクション開始時にウェイトは瞬時に前方のネオジム磁界に誘導固着されスイミングモードへ移行、リーディングの瞬間から即座にアクションを始動する圧巻のレスポンシビリティと異次元の飛距離を誇るカゲロウ155は対モンスターシーバス仕様、究極のマグナムシャローランナーですってことがねこの裏に切々と書かれているんですが、メガバスはねほんと昔から海のルアーねずっとラインナップし続けてますからね、それの、どんどん新しい具合のいいのが、出てきてるよっていうこと、ほんとね、そうですね、もうシーバスルアーってのがまだ少なめの時代からリップレスベイト、リップインベイトなんかをはじめね、その他の、バス用のルアーもシーバスで使ったらねまあやたらよく釣れるっていうね、ところなんで、まあいいルアーどんどん出てるよなっていう感じなんですけども、で最初から結構ねもう吊るしの状態でいいフックを搭載してくれているっていうところと、まあ形はねいろいろな形出てきますけども、何にしてもこういった LBO2 みたいなねとんでもないなんか面白い機構とかねどんどん積極投入されていくこの、メガバスの最新ルアーシリーズね、そういえば最近買ってなかったなっていう感じだったんですけども、まあまあまあメガドックなんかねちょっと欲しい色味なんかがあるとひょひょいって買っちゃうんですけども、これはね久しぶりにこうなんちょっと大きめですけどね、釣りにかかるルアーの中ではなんか久しぶりにこの手の感じの形買ってみたなっていうことなんで、まだまだね秋のシーズン続きますので、タイミングでね、自分の方でもせっかく買ったんで、積極的に、キャストしていこうかななんていう風に考えております。というわけで、本日の釣りこう TV はこちら、メガバスのですね新しいカゲロウ 155F、これがね、ボコボコに釣れてるみたいよって、ついつい羨ましくて自分も一個買っちゃったよね、あとは、スワローワークス TV、こちら、チャンネル登録よろしくねってね、こんな感じの動画でした。はい、釣りこう TV でした。また会おうぜ。